8月4日、時刻は8時を回りました。今週も始めたいと思います。まちつた情報局ですと。そして私、パーソナリティのめいめいヤギです。ちょっと漢文しか映ってませんが、ご了承ください。もう後ろにゲストの方スタンバってはいるんですけれども、いやー、それにしても物騒な世の中になりましたね。本当に今日のニュース見ました、皆さん？ちょうどここからどのくらい300m、400m 上行ったコンビニね、なんか仲間内でなんか刺された刺されてないだな、そんなね、ちょっと物騒なニュースがちょっと飛び込んできましたけども、いやー、師走でなのか師走でだからなのかよく分かんないですけど、ね、会社の方でもちょっと冗談交じりに言われましたけども、いやー、おっかなかったですね、本当に。ね、急に寒くなってきましたしね。そろそろね、そろそろ冬ですもんね。本当に困ったもんですわ。まだ何も準備してませんからね、私も。いやー、そんなこともありますけどね。まあちょっとですね、いろいろと今日ゲストの方も見えてますけども、先にね、いろいろなコーナーちょっとだけ最初にやってみたいと思います。ということで、まちつた情報局、今週もスタートです。はい、改めましてこんばんは、めいめいヤギです。よろしくお願いします。ねえ、本当にまあニュースでも新聞でも多分明日のね、新聞には大々的に載ってくるんではないかなと思っておりますが、ということでですね、ちょっと始めたいと思うんですけども、実はですね、先週もお伝えしている、もうずっとお伝えしているんですけども、あさって11月の6日なんですけども、スタジオの前にこんなにでかくちょっとチラシをくどくですね載せましたけども、シンガーソングライターの千曲市出身のマリコさん、アコースティックワンマンライブツアー、なんだっけ、マリコ全国低身長サミット2016ファイナル、地元でファイナルが、6日の日に、千曲市の創造館大ホールの方で開催されます。まだですね、チケットかなり余裕あるそうです。時間のある方ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。私も行きます。しかもね、駐車場そんなに大きくないみたいなので、まあ私電車で行こうかなと思ってはいるわけなんですけれども、ぜひね、マリコさん、またなんだろう、サードじゃないんだけどアルバムの方を持ってますか。つい最近、いつだっけ、これ11月6日発売、あれ先に手に入れました。フライングゲットです。ということで、孤独な夢というアルバムもその会場で買えますんで、ぜひ買っていただきたいと思っております。もっとね、周りの人たちにマリコさん素敵な方なので、ぜひライブの方に行っていただくように言っていただきたいなと思っております。さて、ここからなんですけど、若干ね、私事なんですけれども、明日ですね、久々ってわけじゃないね、この間も行ったわけなんですね。また今回も東京の方にちょっと行ってくるんですけれども、何しに行くかと言いますと、ライトどこ行った？あった。申し訳ございません、半分放送事故みたいなもんですけど、ここにね、2枚 CD がありますけど、シャノンドラッグストアっていうアーティストが過去に活動してたんですけれども、そのね、まあ、今活動休止なのか休止中なんですよね、してるんですけど、そのピアノボーカル担当してました高島由美さんがワンマンライブを高円寺の方でやるという話をですね、前々から聞いてまして、ヤギさんたまには聞きてよと言われまして、どうしても久々に聞きたかったんですよ。まちつたの方にですね、音源1曲だけあるんですけど、月とね、葉桜っていう、まあちょっとね、時期的には全くマッチしてない曲しか今ちょっと手元にないもんですから、まあ明日開催されるわけなんですけど、行ってきまして、最新の CD もゲットしてまいります。そしたらですね、その模様をまた CD の音源もそうなんですけれども、聞いたら撮影 OK だというので動画も撮ってきます。まちつたのですね、YouTube のまちつたの方にもアップしますので、そちらの方をご覧になっていただきたいなと思っております。いや、ちょっとそれも楽しみなんですよ。本当に何年ぶりだろうね、高島さんと会うのって話なんですけども、
もうかれこれ 3,4 年会ってないのかな、確か。まあそれは久々に会いに来いっていう話されますけれども、まあ、そんなこともありまして、ちょっと明日行ってまいりますね。本当に時間があればね、いろんなとこ行きたいんですよ。あの電車もね好きなんで、もしあれだったらねと思ったんですよ最初ね。高崎まで新幹線で出て、そこから八高線乗って八王子まで出て、それから中央線で戻ろうかと思ったんですけども、時間がありませんでした申し訳ございません。ってことでね、いろいろと他にもですね、先週かけましたよね、ディアーズっていうあの2人組のユニット、検索していただけたでしょうか。先ほどですね、ディアーズのメンバーの方から連絡いただきまして、実はこの間かけたのでデモ CD だったわけなんですけども、次またね、他にももう1枚 CD があるという話を、されてはいたんですけども、送ったよと言われましたので、またこの放送でもですね、伝えたりとか、彼らの曲ね、ボディーブローのように聴いてくるんですよ、聴いてると。なのでまたね、セカンドシングル、またかけていきたいなと思っております。いやそれもちょっと今から楽しみですが、なんかいろんなところでなんかよくわかんないですけど、なんかいっぱいありがとうございます。さてあとね、何でしたっけ。そうあともう一つ、どうしても言わなきゃいけないことがありまして、12月の3日土曜日なんですけれども、町伝でよくかけてます。秋休み、ここに何枚かいっぱい CD ありますけども、この秋休みがですね、10月の16日に来て以来といえばあれですけれども、12月のですね3日の日にまたイオン上田店さんの方にやってくるそうです。ぜひね聞いていただきたいと思います、多くの方にね。私も現地行きまして、また聞きたいなと思っております。4日だと、ね、次の日だとね間違いなく行けなかったんです。3日なら大丈夫です、セーフになります、聞きに行けます。秋休みね、聞いていけば聞くほどね涙もしますし、いろいろと素敵なアーティストなんですけれども、なんだっけ、秋休みさんの所属事務所にいらっしゃる平野さんっていうね女性のアーティストがいるんですけど、その方のね CD も欲しいので、事務所一緒なんで今度持ってきてってちょっとですね伝えてみようかなと思ってる次第でございます。じゃあですね、ここでですねちょっと待ちくださいね。よなんかドタバタしてまして、先ほど前ちょっとね本当に直前前ちょっといろんなことがありましてあれなんですけども、ちょっとね場所のセッティングとかがありますので、一曲ね流してる最中にちょっと、セッティングと変えながらゲストの方々に登場していただきたいと思います。ですね、曲の方なんですけどもね、これかけようと思ってます。マリコさんのね孤独な夢というアルバムの中からですね、たまにかけてはいないのがタイムカプセルのバラードバージョン、こちらの方を聞きながらちょっとですね転換しますので、それでは聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。どこまでも遠くへ手を伸ばして掴み取るんだ、明日なら言えるさ、いや言うんだ君に届けに、先生言ってたな、小4の自分から届いたタイムカプセル、自分に自信がなくて
こまでも遠くへ手を伸ばして伸ばして掴み取るんだ。明日なら聞いていただいたのはマリコさんでタイムカプセルでしたということで、ですね、こちらにゲストの方々に来ていただきました。ゲストの皆さん、くるみボーイズの皆さんです。よろしくお願いします。お願いしますと言ってですね、顔なじみの方が後ろに一人いらっしゃるんですけれども、はい、2度目の、出演させていただきまして、前回はありがとうございました。とんでもないです。どうもです。わかるかな、わかるかな。ここで民謡でしたね。そうですね。前回は民謡をやっていただきました。6月の時でしたけども。そうですよね。やっていただきましたね。はい、本当に。2人で来ていただきまして、男性と女性、もう一人女性の方いらっしゃってね。そうですね。2人で押しかけまして、すみません。いや楽しかったですよ、本当に。ああ、そうですか。ありがとうございます。ちょっとね、なかなか民謡って聞く機会ないですかね、青柳さんは。そうですね、あんまりここっていう時ないですよね、民謡を聞くっていう、それを目的で行くっていうことがあんまりないので、はいはいはい、新鮮な気持ちで聞かせていただきましてよかったですそういう機会がね、ありまして。そうだから、なんだろう、身近に感じられるようになった、はい、うん、逆に言うと、あ、全く知らないんじゃなくて知ってるようになったので、知ってるので逆に聞きやすくなったか、これからこの先、はい、うん、民謡やってるよって言われればはいはいって、ああいう感じかなっていう、だから、何も知らないと人って入っていかないじゃないですか、はい、そうですよね、特にこの東進エリアって、はい、ぶっちゃけた話、はい、文化的なことになるとすごく消極的なんですよね。そうなんですよ、ね、行かないんですよ。そうなんですよ、例えば多分皆さんも分かってると思うんですけども、例えばライブにしろ、そういう劇だったりとか、はい、あと映画もそうですけど、映画の上映会とかもそうなんですけど、はい、告知するじゃないですか、いろんなところで、こういうことやってます、ああいうことやってますって言うんですけど、聞いてはいるんですけど、だいたいスルーするんですよね、だいたい。そうですよね。その場はスルーして、で、
例えばそのイベントとかが終わった後に実はこれこれこうね大変だったんだよって言うと必ず一言同じことみんな言うんですよ。言ってくれれば言ったのに言ってくれれば言ったのに本当かお前っていう、ね、本当かお前っていうね、そんな感じのことをですねつくづく感じるんですよこの辺って。特にね、上田はサントミューでもね大きな会館があるじゃないですか、ね、けどねイベントもたくさんやってらっしゃいますでしょ今年はね、今年はねあえて言いましょう今年はです今年は10周年記念イベントってポコポコやってますけど、あと真田丸でもポコポコ人は来てますけど、来年は閑古鳥ですよこれ。あらこれは来年は閑古鳥確定ですよもう。そうなんですか。もう多分観光鳥確定ですよね。はい。ね、また大河ドラマ引っ張ってこいって言うけど、もう誰もいませんから。もういないですよ。もう引っ張ってこれないですよ、大河ドラマ。そうですね。まあ、雪村が一番ですからね。で、もうやっちまったらもう終わりですから、もう完全に。やっちまったら。今度だから主人公を変えるしかないですかね、そうだったら。誰かいますか、ちょっと、主人公。じゃあ、サルトビサスケとか重粒子やっちゃいます？順番にねえ、本当に、本当に困るんですけどね、本当人いなくて。だから、そんなこともありまして、まあね、本当にだからそういったことを考えると、いろんなだからジャンル、ここで放送してるからこそいろんなジャンルのものが、知り合いになれて行ったりとか、ね、聞きに行ったりとか聞いたりとか、はい、自分の幅が広がったような気がするんですよ。なので本当感謝しております。本当に、ね、いやいやいやでよかったです、そう言っていただければ、本当に。でちょっと、当日6月の当日なんですけど、ちょっといろいろ予定入ってまして、はい、ちょっと行かれなかったんですけど、どんな感じでした、はい、ぶっちゃけた話。あのですね、まあこちらで、はい、私ともう一人ね、女性の方が出演させていただきまして、 PR をさせていただきまして、はい、その時に青柳さんも一緒にね、もう全面的にPR していただきまして、ここに ありがとうございます。ここに伺わせていただきまして、はいはい、でその他にですね、はい、新聞とか広告とかいろいろなところにも実は載せたんですよね、はい、でそういう影響もありまして、はい、当日はロビーでやったんですね、サンテラスホールのロビー、はい、まあ、玄関入ってすぐのフロアなんですけど、うん、そこが満杯になりまして、それで椅子を用意してあったんですけども、はい、椅子全然足りなくなりましてね、立ち見になったです。すいません、はい、2、3度ですねロビーコンサート行ったことあるんですよ。はいはいはい、多分いつも椅子の数一緒だと思うんですよ、はい、それが足りなくなった、はい、相当ですね。そうですね、まあ、パイプ椅子最初並べてたんですよね、はいはいはい、でパイプ椅子並べてた後に足りなくなって、まあ、あっちこっちかをかき集めてくるじゃないですか、はい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 、でかき集めてきて最後は長い椅子まで持ってきてね、長い椅子まで持ってきたんだけども、さらに足りなくて、さらにその後ろの方は立ち見、それからあと玄関正面入って上に階段登っていくところがあるんですよ、はい、あります、上に会議室とか、はいはい、リハーサル室がありますよね、ありますよね、はい、そちらの方まで登っていって上から上から上から下のまあ、ロビーを見るみたいな、ロビーとかステージを、うん、だから頭のこの辺見られてる感じなんですけど、あれちなみにね、はい、普通そういうことってないですよね。ないです、ないですよね。まずはないですね、はい、見てる方もびっくりですけど、はい、演奏されてる方もびっくりだったんじゃないですか、ある意味。まあ私どもはね、うん、初めてのコンサートっていうこともありまして、はい、とにかくそれであとまあ緊張もしてました。それで、うん、とにかく会館の方からはですね、時間厳守でやってくれと、おお、1時間って決められてました。あ、そうなの。1時間の中で、アンコールまで含めてやってくれという話を最初からされていましたので、うん、すごく忙しかったです。
だからそんなの脇目を振る余裕などああもうそのなくもうとにかく進行をさまあの何ですか順調にやっていかないとっていうそれがずっと頭の中にありましたね。そういうことですよね。 尺1時間でやってくれてはジャスト1時間でやらなきゃいけないですからね。そうなんです。で、後から聞きましたけど、はい、その時にあのフロアに入った延べ人数は220人だそうです、うん、はい、ちょっと220人でしょ、はい、ちなみにね、あの、まあ、皆さんご存知だと思いますけどあの、サンテラスホールっていいんだっけ。そうです、サンテラスホールのロビーです、ね、ロビーで220人でしょ、はい、ちなみにサンテラスホールあれ750キャパですよね確か。あ、席はそのぐらい、そうそう、席そのぐらいありますよね。750、3分の1ぐらいお客さんいたってことですよ要するにそういうことでしょ。そういう計算ですよね。そういう計算ですよ。変な頭働くんですけど、いやいや本当にそう、だからそういうことです。だからそれだけ大盛況だったってことですよね、大盛況でした。はい、今度はあれだね、今の話じゃないけどロビーじゃなくてホールでホールでやらせてやりたいですよね本当はね、うん、でもあの段階があるそうなんです。あ、そうなんですか、はい、まずは、うん、まずはロビーで、それその次は今度中のホワイエ、はい、あ、はい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 、はい、日あのステージあるんですよ。ああ、ありますね、あっちで、あの黒いね、あのステージがある、うん、あるあるある、その次がホールってこう3段階にどうもなってるそうなんですよね。だけどさ220人も集まれば普通考えればさ、ねえ、ホールでしょう次はね、とは思うんですけど、それは会館の方の考え方もありますので何とも言いませんけどもね、まあでもホールでやるようになりましたら有料だもんね、まずね、有料っていうのもありますし、ね、うん、そんなね、あの今まで以上に頑張らなくちゃダメなわけなので、うん、本当にあのメンバー一同本当に本腰入れてね、はい、あのまあ、1時間から2時間のコンサートになりますので、うん、飽きさせないようにしないといけないっていうのはありますよね。あ、そうですね、皆さんもね、うん、でもこの間のあの時はですね、皆さんあの飽きずにもう本当にあののめり込んでいただいて民謡の世界にどっぷりと使っていただいて本当に良かったなと思ってます。そうですね、なんだろう、意外と知ってて知らないのが民謡だと思うんですよね。そうですね、うん、それをちょっと、たとえ1時間でもですね、はい、触れ合えるっていうのはやっぱいいことだなと改めて思いますし、あの日頃やっぱり民謡を聞いたりね、うん、あの和楽器の音色を聞いたり、それから三味線とか尺八を触ったりとか、うん、そういう機会全然ありませんから、そういうのがいい機会だったのかなと思いますね。あのね、いろいろと話、この来ていただいて話していただいた時にいろんなことを教えてもらったじゃないですか、はい、楽器のことだったり、はい、歌の曲だったり、はい、やっぱりね、だからなんだろう、考え方じゃないけど知ってるからいろんなとこ行って話とかすると、その習ったことじゃなくて覚えてることをこうなんですよね、よくご存知ですって聞かれるんですよいやいやいや、この間ちょっとねみたいな感じで、いろいろと自分自身も勉強になったんで、あ、うん、はいはい、楽しかったと思います、ね、ありがとうございます。どうも、またそういえば、あの、そうそう、またライブとかってあるんですか、実際のとこ。民謡の方ですか、はいはい、民謡の方はですね、はい、ライブって言いますか、大会はですね、はい、9月と10月にありまして、はい、もう終わってしまいました、はいはいはい、全国大会のあのがあったんですね。そう、全国大会あるような、ね、言ってましたよね、はい、今年はどうだったんでしょう。9月の時にですね、はい、その連合大会っていうのがまずその、まあ、予選会ですね、全国大会行くための、はい、それがあの作法の方のもらい館っていうところで行われましてね、はい、山梨と長野の合同の大会です。でその時には大勢出場されてまして、はい、ね、各部門、うん、年齢別になってるんですけど、各部門で優勝された方が最終的に争奪戦を行って総合優勝っていうのを決めまして、その各部門の各優勝者と、それから総合優勝になられました方が来年の、今まで国技館だったんですけども、はい、来年からはちょっと会場が変わりまして、はい、品川のキュリアンっていう会場でやることに
なっております。え、はい、そうですね、私は去年出たので、はい、あの去年全国大会行って、はい、あの一番 の, その総合優勝したもんですから、で去年出た人は今年はもう見送りなんです。あ、そういうそうなんです、そうなんです。あの1年空くんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。へえ。だから振り出しに戻るんですね。あの去年出た人はまた最初から受け直しするっていう形に なって、それでまたそこで あの優勝をすればあの全国大会に行けるっていうそういうあの繰り返しなんですけど。あ、そうなんだ。そうなんです。はい。それはそれは。じゃあ今年はなかったってことですね。今年はね、出場は9月の時はしました。それで同じハッピーの会のメンバーの人が優勝されまして、うん、へその方が来年は東京の方に行きます。なるほどね、はい、また来年はですから私も応援に、はい、同じあのメンバーですから行きます、はい、なるほど、いやいやいや、でね、はい、ちょっとねここに今日お持ちしていただいたんですけど、その時のね、番組ずっと見てる方はご存知ですよね。あとこのスタジオの前通った方はご存知だと思いますが、見たことありますよね、この写真ね。ちょうどこの間その6月に会った時のロビーコンサートの音源がここに持ってきていただきました、はいはい、作ってまいりました、はい、ということですね。ちょっと1曲聴いていただきたいんですけれども、はい、曲紹介の方すいません、一、はい、つよろしくお願いしたいんですけども、はい、それではですね、まあロビーコンサートの中で、いろんな曲を歌わさせていただきました。皆さんのよくご存知な曲、それから聴いたことはあるけどもよくわからないような曲とか、あ、全く知らないような曲とかいろいろ織り交ぜながらですね、15曲ぐらいかな、歌わさせていただいたんですけども、その中で、今日はですね青森県民謡の、青森県といったら有名なのは津軽三味線ですね、うん、今津軽三味線ブームでしてね、いろんな方が津軽三味線やっております。吉田兄弟から始まりましてね、うんうん、いろんな方がやっておりますけど、うん、その津軽三味線の曲ですね、津軽あいや節という曲を聴いていただきたいと思います。はい、それでは聴いていただきたいと思います。どうぞ。続きましては、今度は青森県へご案内をいたします。青森県と言いますと何と言っても津軽三味線でございますね。これからはですね、津軽三味線の音色をたっぷりと聴いていただきたいと思います。鹿児島に半夜節というのがありまして、それが北上をして半夜節から愛夜節に変わっていきました。津軽愛夜節です。
わけで聞いていただきましたけど、いかがだったでしょうか。素敵ですね、やっぱり。ありがとうございます。違うよね、やっぱりね。なんかなんだろう、なんかだけどやっぱり生で聞いた方が全然違うよね、やっぱね。そうですね、やっぱり一番ライブっていうのは何でもそうだと思いますけど、はい、生にはね、そう、叶わないですよね、やっぱね、叶わないと思いますね。さて、ここからなんですけども、はい、このね、くるみボーイズの皆さんたちなんですけども、はい、なんで今日ここに来ていただいたのかと、はい、その辺をちょっと話していただきたいんですけど、はい、はい、お願いします。一応このバンドの代表をしております、はい、横山と申します。よろしくお願いします。そして今日はなぜここへお邪魔したかと申しますと、はい、我々3人で活動しておるんですけども、うん、いかんせんまだメンバーが全然足りないということで、はい、ぜひメンバー募集の告知に参りました。おお、はい、なるほど。ちなみに、はい、どんなような曲をやってらっしゃるんでしょうか。ニューミュージックとか、はい、フォークソング系統が主ですね、はい、で募集しているメンバーはどんな感じの方を、ギターといやいや、ドラムとそれからキーボードですね。なるほどね。で活動してる範囲っていうのが、はい、東御市中でいいんですかね。じゃあそうですね、はい、今東御市の方で、はい、活動しているということで、はい、これ聞いてる東御市の方、まあ、上田ね、小物近辺でも大丈夫だと思いますけれども、はい、やってる方で、ね、興味のある方、よろしくお願いします。ちょっといいでしょうか、よろしいですか、はい、もしね、仲介できましたら、もしね、はい、興味があれば、うちの方にでも連絡していただければ、つなぎはできますので、これでも構わないと思います。よろしくお願いします。それじゃあ一曲、はい、どんな曲を演奏するのかということをですね、はい、ちょっと弾いていただきたいと思うんです。準備の方はよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ長い夜お願いします。ね、いろんなことができるマスターです。立って後ろで。あなた方、皆様がそこやりたいことを伝えたいことをどんどん伝えていっていただければ、ね、はい、いいかなと思います。よろしいでしょうか、はい、よろしければもうそのまま歌っていただきて構いません。小山さん、音頭お願いします。じゃあ曲紹介に、はい、では松山千春の長い夜をお聴きくださいませ。ワン、ツー、スリー、フォー。
きました。ありがとうございました。ということで、はい、はい、うん、メンバー募集をしていると、はい、ということですけれども、はい、活動はどんな感じでやってらっしゃるんでしょうか。はいはい、月に1回ですね、東御市の滋賀のコミュニティセンターで午前中を中心にやっております。はい、なるほど、はい、発表とかはないんですよね、まだ。そうですね、まだいかんせんなかなか、うん、この倉島さんにしろ、もう一人後ろにいる上ちゃんがギターとか先頭手に立ってやってくれてるんですけども、いかんせん私ボーカルはちょっとポンコツなもんですから、なかなかうまいようにはいかないんですけども、うん、はい、それなりに一生懸命お二人のお荷物にならないように練習しております。なるほど、はい、去年なんですけどね、はいはい、FM トミってありますよね。あります、あります、あります、放送局、ね、よく知ってます。よく知ってますか。地元のね、地元の私も富士なもんですが、地元の放送局です。そちらの前の方でね、神出鬼没ライブをやったんですよ。ほうほうほう、突然だから道行く人がなんじゃのほいっていうような顔でね、まあ、見てましたけどもね、横山さんの突然の思い立ちによってやったんですけど、その時にもね数人なんですけど立ち止まってね聞いてくださる方もいまして、初回だったので、はい、またいつ彼がまた突然やるぞって言い出すかわかんないですけども、そんなような神出鬼没ライブもやったりしていますね。はい、神出鬼没ですとね、私もですね、はい、神出鬼没で FM 東美に行っちゃうので、あ、そうなんですか、行っちゃうんですか。神出鬼没にで FM 東美さんの、こんにちはって言って、何しに来たの、喋りに来たって、はいどうぞって、いいですね、そのままもうお通しされて、お通しされて普通にまあちょっといろいろと捨てがありまして、そうですか、捨てあって行っちゃうんですけども、はい、ちなみに12月に入りまして、ここで忘年会やるんですけども、はい、FM 東美のアナウンサーさん2人ここに遊びに来ますので、そうですか、ちょこちょこそうやってコミュニケーションは、はい、やっぱ何事もそうです、コミュニケーション取っていくとそのうちどうにかなると、はい、全く最初だからこういう放送やってるとその FM 東京さん敵じゃないとかって言われるんですけど、はいはい、敵じゃない、味方なんで、味方ですよね、協力的にやっていかないとどうしても、ね、同じグループとしてね、はい、やってっていると、なんか面白くなりますんで、一応 FM 東京のリスナーだもんですから、はい、この3人は全員、はい、なんか、ね、夕方にたまに、木曜日の夕方にたまに出没します、私あ、木曜日の夕方ですか。木曜日の夕方にたまに出没します。そうですか、はい、恐ろしいことに、いいですね、ふらっと現れるって、いいですね、そうですか、まあそんなこともありまして、はい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 、で、まあ、活動的にはそんな感じです、うん、ただ練習、今の段階では練習が主で、うん、ですので、まあ、いずれももうちょっとレベルアップしたところでですね、はいはいはい、公の場でできればいいなというのを目標にはしてますけどね。いや、目指せ ロビーコンサートですよだって言ってますけど、青柳さんどうでしょう、打倒ハッピーの会で頑張りますんであれ倉島会長同じ仲間だな、仲間じゃないのか、敵なのか、同じ仲間じゃないのか、いやでもこれからは一緒に頑張りましょうね、ぜひいつの間にか打倒になってますけど、一応これメンバーの揃った T シャツも作ったんですよ、これ。そうですね、はい、ね、表は字書いてあります、はい、ここにね、限りない可能性を信じて絶対に諦めないと書いてあります。なるほどね、はい、で裏はですね、はい、まあちょっと彼が今脱いでくれてますんで、裏はですね、三味線とギターの模様がか書いてありまして、くるみっていう、実はこのデザインはですね、もう一人
今日はちょっと姿映ってませんけど後ろにいるんですよね。その、はい、あの上さんっていう方がいまして、はい、その上さんがデザインをされたんですね。素晴らしい絵ですでしょ。ギターだけじゃなくてイラストのなんかも上手に描いてくれる方なんです。はい、はい、そうなんです、はい。まあだから三味線とギターで和洋折衷の、まあ、バンドであるという感じですね。なるほど。で実はですねこの T シャツ、はい、あの限りない可能性を信じて絶対に諦めないって書いてあるんですけど、はい、これ実はあの先月の全国大会国技館で行われました全国大会に着ていきました。これへー、はい、これをこれを着ていきました。素晴らしい。それで応援したんですこれ。これで応援しました、ね、これで応援しました。であの全国大会では私結構あの、はい、あの顔見知りの方がたくさんいるんですよ。ですからあの今回私出るんだなんて話聞きますとね、うん、これ着ててね、あのこれ着て応援するからねって言って、なるほど、絶対に諦めないで優勝してって言ってあの やりましたね。あの皆さん喜んでくれてましたけども、はい、素晴らしい。書家さんに書いてもらった字なもんで、はい、なるほど、はい、はい、まあそんなわけですね。はい、あということでですね、はい、ぜひあのぜひ仲間が増えれば多分同じ T シャツ着てやるんですよねきっとね。そうです、そうです ね、はい、また違うバージョンもウエストさんに作っていただきながらよろしくお願いします。ということで、はい、時間も、まあはい、まあいい時間になってきたね。いいあともう一つ告知をですか、ね、あどうぞしてください。バンドの話はまあ、あのいいんですけども、はいはい、今月の11月の23日祝日なんですが、はい、あの東御市の元雲野の方でですね、はいはい、ふれあい祭りというのが毎年11月23日に開催されておりまして、はい、今年も開催されます、はい、それであの内容はですね、今年は、ゲストに、うん、この真田丸の影響がやっぱりあるもんですから、はいはいはい、あの真田の武将隊、あ、はい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 、あのあおもてなし武将隊ですよね。おもてなしなのかな、うん、そうそうそう、おもてなし武将隊、なんか その方たちです。あの仮装していらっしゃる方がそうそうそう、あの当日雲野宿にいらっしゃるそうです。あ、はい、この方々だよね、きっと。そうです、多分この方、この方、そう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 、確かその方々、はい、あのその方たちがあの、まあ、ゲストみたいな形で雲野、はい、宿の方に見えますので、うんうん、まあ、あのぜひお出かけいただいて、あとはですね毎年行われておりますけども、あの時代行列あります、はい、例年あの市長がお代官に扮しまして、お、はい、あとは花嫁さんがね、人力車に乗って、うんうん、花嫁道中とも言ってますけども、そんなようなその、時代行列もありますし、あとはあの浦安の舞って言いましてね、はい、神社が大きな神社があるんです、白鳥神社っていうのがありますから、うん、ね、その、関係で奉納する、舞がね、うん、あります。浦安の舞が、2回行われますね。あとは、まあ、出店が出たりですね、うん、それからあと、あのほうとうですね、小豆と野菜のほうとうのお振る舞いがあったりですとか、はい、あとはくるみおはぎの、あの、まあ、ちょっと、地元の女性陣が手作りで作っておりますけれども、その販売もあります。てんこ盛りな日ですね。そうなんです、あのもう、うん、元雲野の住民総出で、はい、あのやってるお祭りなので、それでは、はい、来るんですよね当時。あの FM 東武さんもサテライト放送やりますよね。あ、そうです、多分そうなると思うんですよね、来ますよぜひあのサテライト放送やります
それでまたあの普段有料だったところも無料になるんですよね。あ、そうですね。あの資料館とかいろいろなところがあるんですけども、その時には全部開放になりまして、うん、あの無料で中が見れます。はい、あの私も他人事じゃないので求むのってあらららら、あ、そうですか。ちょっとあのちょっと、こう回るのかな、こう回る親戚、一応親戚関係の血筋じゃないあるじゃないですか。かけず、かけずつなげると一応運の、運のにも一応親戚筋あるので。おお、そうですか。じいちゃんの弟の嫁さんが元うのなんですよ。へえ。出身なんで。いや、いろんなとこ、いろんなとこにあの東だから元うのもそうでしょ。はい、で、あと。中屋敷にも、ひいばあちゃんの実家があるでしょ。で、親父のいとこが、あれどこになるんだ、あれ海前寺に住んでるでしょ。おふくろの、私のおばちゃんが根津に住んでるでしょ。いや いろいろと、東海にはいろいろと。あれ、本当に青柳さんに今どちらにお住まいですか。上田市ですけど。上田市。いやー、ゆかりが深いですね、東海市にね。東海市、あの意外とね、そうでしたか。一番本当、一番昔の説で言うと、だからひいばあちゃんの実家が中屋敷だった、ね。じゃあぜひあの青柳さんも23日にはお出かけくださいよ。それがね、23日で駒ヶ根行かなきゃいけない。ああ忙しいな。駒ヶ根行かなきゃいけない。駒ヶ根と言ったらソース活動。思うでしょ、思うでしょ。そうじゃないんですよね。違うんですか。ちょっとね、あのちょっとあのどこにあった、どっかないかな。なんか喋っていいんだよ。上ちゃん、なんかある。あのこのね、加瀬仁弘っていう上田市出身のアーティストの誰かがあるので、ちょっとその辺もちょっと聞きに行かなきゃいけない状況になっておりまして。あ、そうですか。じゃあちょっと時間なので、ちょっと一曲、もう一曲聴いていただけるんですよね。よろしいですか。お願いします。ということで、私の方はあのお知らせといえば明日公演に行って、そのライブの模様はまた YouTube チャンネルで、そしてこちら、ね、マリコさんのライブ、ぜひですね、6日の日曜日なんですけども、夕方から全国低身長サミット、地元でファイナル編をやりたいと思っておりますので、ぜひあの時間のある方行っていただきたいなと思っております。いやー、いろいろとてんこ盛りでしたけれども、いかがだったでしょうか。ね、本当に、ね、よろしいでしょうか。はい、じゃあいいですか。はい、ルリーノの街をお聞きくださいませ。はい、ルリーノの街は、はい、上田市の歌なんですよね。市政80周年イメージソングの曲でございまして、とても素晴らしい曲なもんで、聴いていただきたいと思います。ではお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。雲の
がとうございました。ルルイドの街を聞いてきました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで、この曲は H2O のね、赤潮さんが、ああ赤潮さんね、よくご存知です。作った曲、ね、赤潮さんね、赤潮さん、はい、だからさっき言った11月23日、はい、下手すると赤潮さんにも会えるかも。わあ、まあね、今住んで向こうですからね。確か駒ヶ根のはずなんですよ、確か。あ、まあ向こうに行くとね、結構いろんなアーティストの方、はい、あの会うこと、会う機会しょっちゅうあるので、いろんなとこ行くといろんな方々に出会えるっていう、いいですよね、これももう本当にね、素晴らしいことだと思います。本当に音楽やってないんですけど、ね、音楽活動してないんですけど、ね、アーティストとはとても仲がいいっていう、ね、変な感じなんですけど、いやいやいや、素晴らしいことですよね。別名楽器を聴かない、楽器を使わないアーティストって言われてますけど、至るとこに出没しますからね。素晴らしいことです、ね、そんなことありますので ね、はい、まあですね、それでちょっとですね、話はちょっと違う方向飛ぶんですけれども、来週の放送なんですけど、まちつた月の第2週ということで、チーム T-Z4 のヘイおまちを放送する予定です。まだ何も上がってきてないんで、もしかしたら昨日豊石米山城でイベントがあったので、その報告じゃないかなと思っておりますが、どうなるんでしょう。その後なんです、予定、今月の予定なんですけど、今のところ全く白紙状態ではありますが、昨日まで、7代目の真田幸村公を演じてました、あのうちの準レギュラーのあの方にまたちょっとスタジオに来ていただきまして、1年間の総括はないんですけれども、どんな感じだったのかなというところを聞いていきたいなと思っております。あとね、ツイッター等でもですね、町下おすすめの番組いくつか、お知らせしておりますので、そちらの方もチェックしてみてください。つい最近月曜日に収録した、水曜日に収録したばかりのですね、劇団モカイコ Z のじゃない方、もう第5回目の方がですね、もう、今日の昼になったら、アップされてたので聞いてみましたけど、面白かったです。あと、その劇団モカイコ Z なんですけども、12月の10日11日にですね、サントミューゼの方で歌子さんのゴンドラという、今年のね、正月じゃない、年明けにね、松本と長野の方であった劇をね、もう一度上田のサントミューゼで放送する、劇をするということで、そちらの方もチェックしてみてください。私もちょっとどちらか行くつもりですので、一つよろしくお願いしますということで、よろしいでしょうかね。ということで、最後なんですけども、今月のまちつたおすすめソングということで、先ほどもちょろっと出ましたけども、どこだっけ、どこだ、あ、そうそう、これ深瀬仁弘さん、上田市前山の出身のアーティスト深瀬さん、今現在はですね、伊那の方で、活動してまして、いろんなアーティストに楽曲、自分のね、歌も素敵な曲あるんですけども、これね、いつだっけ、かなり前なんですけど、気づき書いてないや、これいいのかな、ちょっとわからないけど、結構昔に作ってた、日だまりピアノの、こちらの中に入っているパレットを聞いてお別れしたいと思います。ということで、パーソナリティはめいめいヤギでした。それではまた来週、お疲れ様でした。ああ、赤と白。
抑えきれずに涙溢れて塞ぎ込む。